皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、年末1万人コラボウィークということで最終日になっているんですけれども、来季サンフレッチェ広島の加入が内定している東横浜大学の中野修斗選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。対面ということなんですけど、そうですね、本当に受けていただいてありがとうございます。こっちもさあります。ありがとうございます。僕としてはね、あのサンフレッチェ広島応援 YouTuber として頑張っているので、来季加入していただける方に出ていただいて本当に嬉しい限りなんですけど、今までのサッカーの経歴であったり、今季開幕戦出たというところでプロデビュー戦の気持ちだったり、いろんなところを聞いていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということですね、早速幼少期というか、はい、というところからちょっと振り返っていけたらなと思うんですけれども、小学校時代アーゼットというクラブチーム、はい、クラブチームですね、クラブチームですね、はい、にいたと思うんですけど、まずそこまでというところでサッカー始めた経緯的にはどんな感じなんですか、ね、そうですね、最初自分はお父さんが野球を勧められてて、あ、はいはい、名前はシュートなんですけど、はい、確かに、はい、野球を勧められてて、はい、で最初もう野球やるつもりだったんですけど、はい、小学校1年生の頃に全日本大学サッカー大会っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれを見てちょっとサッカーに衝撃を受けまして、あ、はい、そこからサッカーを始めたいなと思いまして、あ、はい、急遽サッカーに転向したっていう形ですね。はいはい、それは自分でサッカーやりたいって言って親とかは、ね、親とかはじゃあ最初からやってみるかって感じで、まあ、軽い感じでサッカーに移ったって感じですね。そこからまあサッカーをしてるってことで、はい、そこでまあ高校時代というところで桐生第一高校、そうですね、桐生第一高校、はい、を選択したと思うんですけど、そこはなんで桐生第一高校に行ったんですか。そうですね、中学校の頃そんなに試合に出れなくて、はいはい、まあ、一回ちょっとサッカーやめようかなっていうふうに思ったんですけど、自分バカで東京の学校頭じゃいけないっていうので、あ、はいはいはい、でまあ、親からもちょっともう少しサッカーが最後まで頑張った方がいいんじゃないかなって言われて、まあ、自分自身も決めてサッカーもう一回やろうっていうことで、でそこで、まあ、桐生第一高校が練習参加した時に来てくださいっていうことで、うん、あ、はいはい、それで、まあ、桐生第一高校を選んだっていう形です、うん、寮ですよね。寮です。そこへのなんか不安とかは特になく、いや、めちゃくちゃありましたね。 あったんです。最初の方はもうホームシックでした、ね、もう家に帰りたくて、ね、はいはいはい、もう上下関係も厳しいんで、やっぱり、あ、早く家に帰りたくてしょうがなかったです。あ、そうだったんですね、はい、ということで桐生第一高校選択して、まあ、結果的には選手権とかはどこまで行ったんですか。うわ、県の決勝ですね、うん、2年の時も3年の時も県の決勝で前橋育英さんに、うん、まあ、惜しくも敗れて、うんうん、引退っていうことですね。まあ、そこから、まあ、高校時代というところを経て、まあ、今所属している東横浜大学に進学すると思うんですけど、まあ、ここはどういう経緯でというか。そうですね、はい、まあ、いくつか練習参加あった中で、まあ、自分の中でちょっと寮がもう嫌で嫌で、あ、3年間通して嫌だったんですね。3年間通しても寮が本当に嫌になってしまって、はいはいはい、大学では家から通える距離ということで、うん、その中でもプロに近い関東一部リーグというところで、まあ、この東横浜大学があの練習参加のオファーをくれたので、うん、したときにちょうど立花健人君とか、はいはいはい、あの鳥海良樹君とかがいて、うん、まあ、一緒にちょっとボール回しとかやったときに、うん、もうチンチンにされまして、あ、はいはいはい、それでもうなんだこんなチームはと衝撃を受けて、このチームに入ってプロになりたいと強く思いました。ああ、そういう経緯があったと。僕、那須さんの方で伊東純也選手も以前引退させてたんですけど、はい、その時も人大選んだ理由が家が近いからってことで、やっぱ多いんですね、そういう話は。いや、ちょっとやっぱり寮に打ち当たる人もいると思いますね。はい、1年から成長していったと思うんですけれども、まあ、今年の1月というところですかね、はい、サンフレッチェ広島の加入が内定したということで、まあ、ここは昨年あたりから練習とかは参加されてたんですか。そうですね、3年の10月頃に一度ちょっと練習参加させてもらって、うん、その時にファーもいただいたり、うん、あ、はいはい、それ以外のクラブとかはあったりしてとかに、まあ、いくつか、うん、あの練習参加だったりオファーっていうのはありました。うん、広島に、まあ、決めた理由というか決め手となった部分はどんなところにあるんですか。そうですね、まあ、練習参加した際に印象にあるのが雰囲気がとてもいいっていうのがあって、あ、はい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 、まあ、最初やっぱプロの練習参加っていうことで緊張はやっぱりするんですけど、うん、その中でベテランの選手とかが積極的に話しかけてくれたりとかしてくれて、うん、そういう部分であまり緊張せず、うん、まあ、自分の強みっていうのを多く活かせたのかなっていうふうに思いました。なんか特に印象残った選手というか、印象残った選手、はい、佐々木翔君はやっぱりやばいなと思いました、ね、やっぱ映像で見るだけじゃわからない強さだったり、うん、プレー面、そうですよ、プレー面での凄さっていうのはやっぱり練習参加した際にものすごく感じました。結果的に今季の開幕戦ですかね、開幕戦にプロデビュー戦ということで出場されたと思うんですけど、やっぱり緊張はされましたよね。
いや、ものすごく緊張ですね。はいはいはい。開幕戦ベンチ入りっていうのも結構その時点でもすごいと思うんですけど、そうですね、キャンプで、はい、まあ、結構自分の強みっていうのは多く生かした中で、うん、まあ、ある程度自信はあったんですけど、うん、やっぱりその会場に入ると、うん、独特な雰囲気というんですか、今まで味わったことない雰囲気っていうものにちょっとまだメンタルが弱くてやられてしまいましたね。ありがとうございます。まあそこで中野選手は結構センターバックであったり、まあ、ウィングバックだったりっていうところで、はい、UTT 性のあるところも、まあ、持ち味だなというところを感じるんですけど、個人的にやりやすさとかどっちがいいとかいうのがあったりする？そうですね、まあ基本的にどのポジションでも自分の強みは活かせるのかなっていうふうには思ってるんですけど、うん、まあ、プロの舞台だったり世界で活躍するってなると、うん、タイの方が自分の良さをもっと活かしていけるのかなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。まあ、特に、まあ、ウィングバックであったりっていうところは結構、まあ、熾烈化というか、はい、あの広島の強みのポイントでもあるんで、サメ原選手非常に大変なところあると思うんですけど、まあ、どういうところ、あの中野選手の強さを活かしてスタメン出して取り組んでいきたいというかありますか？そうですね、まあ、この身長でサイドっていうのは、まあ、あんまりいない中で、そういうところで自分の強みである推進力だったりとか、ドイツの守備の強さだったりとか、そういうところを生かしていければいいなと思っています。ありがとうございます。まあ、いよいよ、まあ、残りの公式戦があとインカレの決勝だけ、インカレ決勝だけですか？ということになってきて、まあ、個人的にも広島の加入が内定している選手がの大学だったりってとこ応援してて、うわ決勝まで来たかっていう感じなんですけど、ここまでの、まあ、チームの雰囲気であったり東京横浜大学としての勢いみたいなのはどういうところにあるんですか？今年の初めにベテランタイトルを取るっていうことを目標に、あのこのチームはシードをしたんですけど、あまりリーグ戦だったり総理大臣杯で、うん、自分たちの思うような結果を出すことができなくて、うん、で、まあ、やっぱり悔しい思いが残る中で、インカレの始まる前にちょっとゲームをミーティングをして、それぞれの決意だったりとか、そういうのをやって、まあ、それをやったことによって、まあ、チームとしての方向性がまた決まって、うん、インカレ日本一を取るためにどうしていくかっていうのが、うん、チーム全員で決まったのかなというふうに思います。ぜひ聞きたいんですけど、今、まあ、現在キャプテンやられてるってことだと思うんですけど、これまでのサッカー人生の中でキャプテンとかは結構やられてきた方なんですか？高校で初めてキャプテンやりました、ね、高校でも。それまではもう全然キャプテンキャラじゃなくて、はいはいはい、もう言っちゃえば端っこの方で巨人の下で見てるタイプだったんで、はい、でも高校の3年生の時に急に抜擢をされて、そこからですね、はい、まあ、ということで、まあ、インカレ決勝が元日にあると思うんですけど、まあ、いよいよ来年から正式なプロとして、まあ、広島で活躍されると思うんですけど、まあ、そこへの不安であったり期待する部分、ワクワクみたいなのはやっぱりどっちも強いですか？そうですね、今では今年かサンフレッチェ広島がものすごくいい成績を残した中で、まあ、自分も早くそのチームの一員となってタイトルに貢献をしたいなっていうふうに感じてて、とても今ワクワクしてます。ワクワクが勝ってるということで、まあ、ちょっとこの質問に関してはいろんな内定選手に聞いてるんですけど、まあ、来年から一応まあプロ契約ということで給料も入ってくると思うんですけど、なんか一番最初にやりたいこととか買いたいものとかっていうのは？車ですかね、やっぱり。あ、いきなり車ですね。車好きなんで、はいはいはい、ちょっと車買いたいですね。でもやっぱり家族とご飯行きたいですね。あー、いいですね。おごりたいですね。お世話になった分。確かに確かに。趣味とかってあったりするんですか？趣味は温泉行くことですかね。ああ、温泉、うん、まあ、じゃあドライブで行って温泉。いや、そうですね、ドライブ行って、はいはい、広島のサウナ行って。あ、できますからね、なんかね、なんか、はい、そうらしいですね。なんで、僕も行ったことないですけど、ちょっと行ってみてください、はい、ということで、まあ、来年からプロとして活躍していく上で、まあ、サポーターだったりっていうところに、まあ、応援されていく立場になってくると思うんですけど、サポーターの方から、まあ、よく差し入れとか選手受けると思うんですけど、まあ、なんかこれ欲しいみたいな、欲しいですかとか、なんかこれもらったらいいなみたいなとかって？そうですね、まあ、高校サッカーだったんであんまそういう差し入れとかっていうのはなくて、ね、はい、何もらっても嬉しいですけど、自分甘いものが好きなので、あ、はいはい、チョコレートとか嬉しい。チョコレートとか嬉しいですじゃあ甘いもの系はちょっと中野選手に差し入れする場合は、はい、お願いします、はい、お願いしますということで、まあちょっと最後の方になるんですけど、はい、まあ、まずは先ほどちょっと話した、まあ、インカレ決勝への意気込みを。そうですね、まあ、大学生活ラストの試合なので、うん、まあ、もちろん難しい試合になると思うんですけど、必ず日本一になってサンフレッチェ広島に行けるように頑張れると思います。ありがとうございます。来年から広島のメンバーとして戦う上で、まあ、決意であったり目標をお聞かせください。そうですね、今年の開幕戦で悔しい思いをした分、まあ、その悔しさを返せるのはやっぱりピッチだと思うので、まあ、来年の開幕戦もしっかり出場してチームの勝利のために頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
今回ですね、横浜大学に所属していて、来季からサンフレッチェ広島に加入が内定決まっている中野修斗選手にお越しいただきました。本当にありがとうございます。この動画がいいなと思ってましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、中野選手の、SNS はやられてますよ、ね、あ、やってますな。なので、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ、広島サポーターだったり、J リーグサポーター問わず、チェックしていただければなと思います。ということで、とりあえず元旦ですね。元旦ですね。もうちょっと応援して、広島行ける回数もちょっと増やしていきたいので、お願いします、ぜひ。応援していきたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。